おお、嬉しいパターン、嬉しいパターンですね。ここまで来るといろんなパターンが見れるのでそれも嬉しいですね。パチンコ大工の源さん超イダ天でございます。よいよ、おーいったー。はい、ラッシュ突入です。しょぼ2分半で終わってしまった。あー、さあというわけで台を移動してきて今回も仕込んでいただきました、はい、というわけでもうね、あのラッシュに入って時間が経ってますので、ラッシュタイムというところはこちら45分とか1時間半、こちら1時間半とかね経ってるんですけれども、あの打ち始めたタイミングでタイムを測定しますので、ちょっとこの出ているタイムとは別にきちんと打ち始めてから果たして何分でどれだけ出たかっていうのはあのやっていきたいと思います。わかります、これで。あ、じゃあトミさんのそちらの方でよろしいですか。はい、じゃあ打ちます。よーい、スタート。さあどっちが出るかな。さっきはお互い1万発どころかしょぼい。そんなことある。まさかね、まさかまさか 93% ですよ。まさかまさか。いや、終わらないでしょ。何も変わらんな。嘘でしょ、終わるわけないじゃない。嘘でしょ。いやーだって終わらんよね。まだ分からんよ。終わってしまった。おお、はい、どうですか、もうどんどん打っていかれるっていうのも。ちょっと待ってください。はい、ちょっと待ってください、トミーさん。はい、まさか。まあ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 、まあ、大丈夫です。まさかね。お前らよくその動画上げれたなって言われますよ。準備完了だ。最高の一撃で。出ても来ない。ちょっと仕切り直そう、トミーさん。ちょっと止めてもらって。ハンドルを左に戻してくれ。3分も消化してません、2人とも。左に戻してくれ。いやー、でも安心してください。こういうこともあろうかと。あと、あと2台。嘘でしょ。あと2台用意してます。いや、これね、ちょっともうカットしていただいてもいいぐらいですけど。情けな。何やってるんですか、我々2人で。2人で合計4回ラッシュに入れて最高6000。次こそ、まあ、最後に ね、もうでもあれをラッシュ終わらせてしまったらもうないんで、はい、ラストですよ。いやー、というわけで移動します。はい、さあトミさん、はい、僕もあんまり大きいことは言えないんですけれども、情けな、わざわざ用意していただいて、ただもう本当にこの2台しかないんで、はい、もうこれ最後ですね。最後ですよ。これ出せなかったら、はい、本当にもうできません。はい、なので、まあ、せめてどちらかですね。1万発ですよ。せめて超えましょう。はい。はい、3度目ですから。震える。
これ手伝っていて回していただいた方のちょっと若干オーラが感じられますね。そうですね、ちょっと怖いです、見れない。はい、一生懸命準備したラッシュをいとも簡単に終わらせやがってってもう思われてるかもしれないですけど、あ、よかったって最後思っていただきましょう。はい、じゃあいきます。はい、いきますね。はい、じゃあ測ります。はい、よーいドン、いきます。てて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 、あっ、おーおー、まあそう簡単では終わらないはずですよ。さあこっから、こっからサクサクいっちゃいますよ。はい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 、これこれこれよ。何671ってさっきの。え、ちょっとちょっと、もう勘弁してよ、トミーさん。どういうこと？皆さんの目が怖い。大丈夫です。やる気あるんですか？緑！おお。頼むよ。緑は大丈夫。よしよし、大丈夫。大丈夫大丈夫。おーい、ちょっと待って、おい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 、ちょっと待って、シーサーさん、シーサーさん、センスないのかな。お願い、そんなポンポン終わりますか。うわあ、おお、そう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 、トミーさん見せてやってくださいよ、これが伊達っていうところ、いや、やっぱね、今日ね、お客様が出しすぎた。それは確かに、はい、変な言い訳してすみませんね。全部データ見せたいぐらいなんですけど、営業中に皆さんが出しすぎるもんですから、もうそのしわ寄せがこのラッシュに来たわけですよ。はいはいはい、いや、でもここでね、閉店後に返事出して明日割が下がるぐらいならしっかり閉店後にね、僕がラッシュを短く終わらせて、また明日いっぱい出していただいたらいいんじゃないですか。そうですね。もしかしたら、おい、え、おっしゃー、いきなり赤は珍しい。いけるいける、もしかしたら自力でラッシュに入るかもしれないで、ちょっと細々と、もうレインボーいっちゃおう、レインボーいっちゃおう、さすがにいけるでしょ。まあ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 、最高の一撃でほっとしました。おお、やっぱそうよね、普通そうですよね。おい、ちょっと球の振り分けが弱いかな。そうですね、9ラウンドね、はい、さあちょっともしかしたらトミーさんがラッシュ消化している間に当たりが来るかもと思って言ってたんですけど、早速ゼロの煽りが来てますね。あるかもよ、自力ラッシュ。あれ、トミーさんまた
もう3回目ですからね、この辺。ああ、緑緑。ああ、よく行くな。大丈夫。よし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 、いける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 、激デイ、はい、いやー、ほっとしますけどね。めちゃめちゃ瞬発力のあるタイで何度も最後のラストタッチ言ってたらね。おし、おお、ええ音鳴りました。なんとか5000発超えました。まあ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 、やっと半分。そうですね、通過点ですよ。はい、僕が言うのもおかしな話なんですけど。まだまだですよ、喜ぶの早いです。そうですね、もう後ろからのプレッシャーがすごい。それはそうですよ、こんなんで終わらせたら、あれ、気候な加古川のゲンさん、こんなもんって思われるかもしれないじゃないですか。違いますからね、僕らがやれてないだけで。もうナンバーランプ全部映してください、その時は。そうですね、データを見せる。はい、よいしょ、まあ、Q の振り上げが実際 20% なんでね、はい、まあまあ、しかるべきといえば、そうですね、まあ、どこかでこう叩きつけに行ったりすれば、それで平均には近づいていきますし、まあ、終わってないことが何よりです。ああ、そうです、なんやかんや言うてもう7000発超えました、はい、さっき5000発と思ったらもう7000発。そうです、やっぱり早い。はい、当たり、はい、当たり、はい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 、まあまあ、そのラッシュは結構超えてきてますから、ここ。おい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 、大丈夫です大丈夫です。おい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 、まあ大体黄色ですからね、大体黄色。あるだけにあまりにも早いラッシュでしたね。富さん、今日ここまで。ちょっとせっかくね、こんな時間に4回もラッシュの台を用意していただいたのに。いただいてですね、もう本当に情けない。はい、ちょっとこれは これでちょっと2人で6回ラッシュやってるんですよ。6回ラッシュやって最高が今の7000発って。あと2台本当は用意してあるとかないですか。いやー、納得いきませんよね。そうっすね、皆さんで2時まで打つってことですか。当たればあいいですね、2時まで手入れする。あ、手入れする、いいですね。ラストチャンスで2台ずつぐらいで、それもしね、1台でも当たれば。そうですね、はい、
さあお待たせしました。もうね、先ほど2人でラッシュをやったんですけど全然出せずに、はい、頑張ってラッシュ入れました。よっしゃー、1台。もうこれ本当に最後です。はい、もうこれで今日締めくくりになるんで、最後、はい、しっかり泣いても笑ってもです、超伊達天一撃1万発超えです見せてあげてください、はい、お願いします。はい、いいですよ。もう慌てず騒がずゆっくりと、まあ急ぐもゆっくりもないですけどね、ずっと右打ちなんで、はい、いいですね。まあ僕がね今日は全然ダッシュに入れても出せてないんであんまり大きいこと言えないんですけど、よし、あ、いきなり2人で6回もラッシュを消化して最大7000発とはね、さすがにまずいやろということで、まあ、ラストチャンスいただきました。いやでもこの1台を用意するために何人がかりで何台何百回転回したことか、まあまあやっぱ当たりは引けたんですけど、ことごとく 62% が取れず、ね、あ 60% が取れず、なんとか悲願達成や。そうですね、なんかもうラッシュにこの台が入った時点でちょっとホッとしてました。はいもう1まで行くとちょっと怖いですよねまあでも大丈夫。はい、ちょっと揺らすよね。あとは9ラウンドがね。そうですね、どこまで偏るか。怖いですね。よっしゃー、さあ来い9ラウンド。ああ、よし、あと10倍以降、あと10倍、3万発出したらうわすげーってなりますよ。はい、1万発で、まあ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 、2万発ならおお最後に頑張ったね、はい、3万発ならそうですね、トミーすげーってなりますよ、はい、これね本当に何回も言ってますけど、グラフを見ると一撃1万発2万発出てる台が結構あるんですけど、実際自分でやってみると難しいなってまだ感じてます僕は。そうですね、なんか近いようで遠いような。そうですね、時間に直すと、あ、そんな早く出るんだ、簡単なんだろうなって思ってたんですけど、そうですね、自分でやってみるとなかなか10分持たせるのもなかなか難しいっていう、そんなラスですね。まあ、まだ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 、なんか富士さん5000発ぐらいまでは結構いきますよね。これはもう本当に実戦でもまさにそんな感じですね。5000発は危なげないけど、1万発がなかなか遠いっていう。はい、あ、レインボー、レインボー9ラウンド、9ラウンド、よし、 OK、 9ラウンド、おー、 おー、めちゃくちゃ楽しい。オッケー、 いいよ、はい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 、はい、ありがとうございます。おーい、よし、よし、みんなで頑張ってですね、用意した台なんで、すごい嬉しい、嬉しさが違いますね。よし、オッケー、よし、さあそしてラッシュを打ち始めての経過時間がちょうど12分ですね。やったー、やるときはやる男、やりました。12分で1万発超えました。ありがとうございます。やっぱ早いですよね、12分ですよ。いや本当にこれが最後の最後というところでよく1万発超えてくれましたもうあとはちょっと本当ね、泣きそうな感じで嬉しいですね。ちょっと思う存分楽しんで、もう富さんの許す限り出してください。はい、まあ次回確定しましたし、よし、いや早いですね、よかった。ちなみに今日は10台1台平均でマイナス6000発だったらそうですので、1台平均でマイナス6000発、だからかける6万発ですね、はい、10台計で、はい、
6万発の赤ってことですか。はい、それは楽しかったでしょうね、今日源さん打たれたお客様方は。まあ、グランプリは物語ってますよね。でこういう台ですから、まあ、1台の台が5万発とか10万発とかバーン出て跳ねたんじゃなくて、結構まんべんなく1万発2万発出てのこの結果なのでね、だから余計嬉しいですよね。1台が割を食ったわけじゃないんで、はい、さあちょっと勢いがさらに増したようにも感じます、もうね終わる気配がありがたいんで、これはいいですよ。おーおーすごい素晴らしい。おーおー、なんかめちゃめちゃいい流れになりましたね。いい来てますね。終わらないんじゃないか。これはもうすぐ17分ですね。まだ17分、はい、うんうん、ブブ。さあここまで3分回ファイナルタッチ一度もなくしましたけれども、まあ1回ぐらい超えるでしょう。近い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 。よーしよしよし、大丈夫。緑が来ればね結構強いですよね。もちろん赤ならもっと強いですけど、あ、行ったでしょう。よーしー、強い。最高の一撃でーす。お見事。大丈夫です。おお、嬉しいパターン。ね、ここまで来るといろんなパターンが見れるのでそれも嬉しいですね。ありがとうございます。おおおお、また9ラウンド。またですわ。よっしゃい。すごい。よっしゃい。素晴らしい。またあれ23分で18000、これペース的には多分25分で2万発ぐらい。そうですね、まあ、30分はかかんないですよね。これ1時間で4万発超えますよ。いやもう笑いが止まらん。もうちょっとだ。あと1000、あとちょっとやね。1000ちょっと行かせてくれ。ここまで来たら2万発見たいですよ。お願い、もう行こう。2万発行っちゃおう。あ、色は黄色のまま。赤。ああ、赤赤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 赤。準備完了だ。超えれば2万発が見えてくるというところですけど、まあ十分出てますけどね、もう。でもまだ全く少ない。おお、あった。しかも9ラウンド。いや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 、まさかね、あと100。おお、めでとう、一撃2万超えです。はい、2万発きました。おめでとうございます。一撃2万発超え、ありがとうございます。トミさん、2万発獲得するのに経過時間は26分。26分で2万発超え。1時間で4万発出るということ言われてますけど、証明しましたね。いや、そうですね、証明しましたね。これたまらんですな。たまらんですか。たまらんですな。たまらんです。あ、しかも9ラウンド確定です。これで今40何回ぐらいでしょ、当たりが。表示が出るかな。42回目って考えたら、1日100回すげえなって言ってましたけど、確かに100回全然あるなって思いますね。よっしゃー、よっしゃー、45回目。はい、よっしゃー、すごい。いや
やーまさか正直ここまで出るとは。すごいね、すごい。なんか2万5000発が近づくともうすごいっていう言葉しか出なくなるんですねちなみに私、おお、はあ、2万5000発超えたことないです。あ、今まで、今までの記録でパチンコで、はい。小ささんはどれぐらい。いや僕はもう2万5000発は何度も、初代のゲンさんから売ってるので。ああさすがっすね。どうせならシーサーさんの記憶も超えたいな。おおほほほ、50回突破しました。すごい、50回よ。あ危ない危ない。ちょっともう深夜に入って、そしてこの手玉とこのスピードでトミさんがおかしくなりそうです。いやね、これはね、いけない汁が出る。いけない汁が出てます。何汁ですか。何汁かはもうちょっと分かんない。老汁ですか。老汁だけではない何か出てますね。ああ。いやこれこそ真でしょ。これこそザーですよね。ザーでしょ、はい、これがいいならもう4号機で行こうよって思いますけどね。ああ。ほらなかなか4号機でもこういう人いませんでしたよ今のパチンコ人をこう立てるんですからあのスロットとのこのバランスを取るという意味でもうやめましょうよ、有利区間とか。これが許されるんだったら初代ゴッドもいけるって。ほら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 、もう危ないよこの人、この人危ないよもう明日退職届出すかもよ俺パチンコで飯食うって言うタイプかも。僕ゲンさんでいきますいましたいました、本当にいたんですよ。僕は明日からスロットに飯食いますって言って辞めた人、ある意味伝説ですよね。さあ言ってたらもう3万発も見えてきましたよ、一撃。いやもういい、もうそれぐらいで十分ですよ、トミーさん。もうそれもう十分見せ場作りましたね。もう十分です。もういいよ、ありがとう、もういいですよ。終わんないんですよね、それがね。あそんな来る。はあ。36分ですね。これ5万発いくでしょ、1時間で36分で2万8000発オーバー。ちょっと危険な状態になりつつあります。やばいっす、これ人をダメにするいろんなとこから汁が出る、汁。もう行くとこまで行こう。あ危ない危ない、もう危なくなってる。じゃあちょっとこのままこう。60回目。お客様すいません、あの他のお客様もあのご遊戯されますので、あんまりハンドルをこうガタガタされないようにお願いします。あと他のお客様のご迷惑となりますので、あんまり騒がないようにお願いします。さあ3万発まで届くかどうか。あこれで届くかな、一応これでギリギリいけるかな。ちょっと微妙なとこですね。ああギリギリ、あと1個頼む。よっしゃー一撃3万発オーバーです。いきました、3万発おお。63回。さあ3万発獲得。ちょっと今もうゾクッとしました今。ああ人選上のアリアが流れるんですね。そうなんですね。いやーすごいな、曲の選曲がまたいい。ああこれはたまらんわ。これはあかん、これはこれはあかんですよ。これ今1500発ぐらいの箱だったら20箱以上下に並ぶわけですけれども、どうです、朝大丈夫ですか。朝10時開店のお店で11時ぐらいにお店に入ったらもう20箱ぐらい並んでるっていうことがあり得るってことですよ。
でもうおかしくなってるって一人の方がね、回転して1時間で。もう音とかも、はあ、あかんっす、これあかんっすね、あかんっす、あかんっすね。すごいですね、レインボーに桜柄なんですね。あー終わらん。あああ70回。いやーやばいやばい。これだってまだ1時間経ってないのに、スロット換算なら7000枚ぐらい出てるってことですからね。今1時間で7000枚は初代ゴッドでもなかったよ。もうええよ、でももうええ、ありがとう。いや、そう言っとったら終わらんですよ。ですかね。もういいね、よう頑張ったよ。さあ超えれるかどうか、まあ十分出ましたけどね、あ、まあ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 十分でしょう。34,364。そりゃ写真撮りますよね。撮れたかな。お見事でした。さあ、ありがとうゲンさん。結局50分弱といったとこですかね。そうですね、45分弱。素晴らしい結果でございました。いや、もう実証したですよね。実証しましたね。1時間4万発がやっぱり物理的に可能というところを、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました。まあ4万発には届きませんでしたけれども、45分で3万発オーバー、見ていただいた通りですね、この瞬発力は本物です。本物でした。はい、そして実践中も申し上げましたけれども、まあ、こちら貴重な加古川店さんにはさらにこう増大される予定があるということになってますので、ぜひですね、貴重な加古川店さんの大工の原産超伊田店注目してみてください。実践終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー素晴らしかったですねラスト45分間ずっとラッシュは消化されてましたけれども、はい、打ち始める前はまあ前回思うように出せなかったし、まあ、どれぐらいの瞬発力があるかっていうのをもう一回見ていただいて、そして貴重な加古川店さん、今後増大の予定がある超伊田店を紹介していこうと思ったんですけど、もう最高の締めくくりでした。いやー本当に皆様にもご協力いただいて、そうですね、みんなで用意した1台のあの源さんが、はい、みんなの思いに応えてくれたような感じでしたねもういろんな思いもあって、もちろん3万発超えたっていう自身の記録も超えたってもあっても、はい、いろんなとこからもう汁がもう汁が出てます。言い方、はい、もうねちょっと3万発をあの短時間で出してしまったトミーさんおかしくなってますけれどもそうですね、まあ、でもあの急激なこうグラフの伸びってもう源さんならではの伸びがあったんですけど、はいはい、それをこう僕も初めて目の当たりにしてですね、この台すごいなと思いましたね。モンスターです、恐ろしい台です。本当にちょっと打ってる時にも言ってたんですけど、まあ、やはり45分で3万発以上の電話があったわけですから、これはね10時45分とか10時50分閉店のお店でも、うんうん、夜10時ぐらいまで勝負して、ね、そこから十分こう、ね、取り返せるぐらいの時間があるということですの です、ね、本当にね短時間しか打てない方とか残りちょっともう遅いしなって迷ってる方はですね、うん、ちょっと一発チャレンジしてみるのも逆転のね一発大勝負やっていうところでもそうですね全然いけますから。さあというわけで今日は貴重な加古川店さんにお邪魔しましての、まあ、閉店後収録ですけれども、大工の源さん超伊田店、まあ、ちょっと時期の方はねはっきりと申し上げられないんですけれども、はい、この後まあまあな台数増大されると言われてますので、お近くの方はぜひ貴重な加古川店さん覗いてみてください。倍返しだ、言っちゃった。あ、まあまあ、あの倍になるっていうことですか。ちょっとわからないですけど、はい、ちょっと言いたかっただけです、はい、さあそしてオープニングでもちょっと触れたんですけれども、はい、こちらのトミーさんと僕の実践の
バトルのセカンドシーズンでちょっと罰ゲームとして僕が言っていた、はい、ゴッドを引くまで終わりませんの生放送をトミーさんのエリアのお店のどこかでやりましょうという話ですね、はい、9月8日に決定いたしましたので、はい、9月8日、兵庫県ですね。そうです、兵庫県の阿保支店で予定しております。あ、気候の阿保支店さんで、はい、ゴッド引くまで終わりませんの生放送をやろうと思ってますので、はい、9月8日はですね、開店の時間からお店にお邪魔します、はい、ぜひあのこの気候なチャンネルの方で生放送の方を行っていきますので、お時間に余裕のある方、はい、ぜひ生放送を見ていただけたらと思います。またですね、リアルタイムで見れない方にもアーカイブとしてチャンネルの方にはその生放送の模様を残しておきますので、今のうちにぜひ気候のチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で失礼したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。